豪快なトルネード投法で日本人選手のメジャー挑戦の道を切り開いたパイオニア、野茂英雄投手。日本人がメジャーで活躍するのが夢のまた夢と言われていた時代に単身でアメリカに乗り込み、 MLB で積み上げた勝ち星123は日本人投手として最多記録です。ノーヒットノーランを2度も達成するなど、その活躍はまさにレジェンドと呼ぶにふさわしいもので、野茂がいなければ今の日本プロ野球界の発展はありえないと言えるでしょう。しかし野茂が最初にメジャー挑戦を表明した時は、日本球界から敬意を持って送り出したわけではなく、むしろ野茂の所属していた近鉄球団、日本球界、マスコミ、OB は野茂に対し批判と中傷を繰り返しました。当時の近鉄の鈴木啓司監督は野茂のメジャー挑戦を人生最大の G 行為と侮辱。野茂が海を渡る前の大揉め対談劇を振り返っていきましょう。トルネード誕生。大阪府大阪市生まれの野茂は中学時代は全くの無名でした。高校は近大附属など名門野球部のセレクションをいくつか受けるも不合格となり、成城工業高校に進学。2年生からエースとなり、夏の甲子園の大阪大会で完全試合を達成するなど頭角を現します。プロからの誘いもありましたが、野茂は新日本製鉄堺に入社。そして社会人時代に代名詞フォークボールを習得したことをきっかけに一気に才能が開花します。野茂はチームを都市対抗野球へ導き、日本代表にも選出。塩崎哲也投手、石井武弘投手、野村健次郎選手、古田敦也捕手などとチームメイトとして1988年のソウルオリンピックに挑みました。中でもバッテリーを組んだ古田との相性は抜群で、国際舞台で躍動しチームの銀メダル獲得に貢献しました。名実ともにアマチュアナンバーワン投手となった野茂は、その年のドラフト最大の目玉となり8球団から指名されます。これは現在も小池秀夫氏と並び最多球団指名記録です。抽選の結果、最後にくじを引いた近鉄が交渉権を得て、野茂は近鉄へ入団します。この時野茂は投球フォームをいじらないことを入団の条件として球団に伝えていました。当時近鉄だけでなく、あの変則投法はプロで通用しないとフォーム矯正を求める声がありました。当時の近鉄の指揮官は一郎の振り子打法を尊重したことで知られている扇明氏でした。扇は野茂の、これが自分の一番Aスタイル、いじらんでくださいという声と、社会人野球での実績を考慮し、よっしゃそのままでいいと外野の声を無視しました。さらにはその個性的な投法を逆手にとってトルネードと名付け売り出しました。豪快なトルネード投法から繰り出される剛速球と伝家の宝刀であるフォークを駆使し、野茂は1年目から大車輪の活躍を果たします。新人ながら最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率と投手4冠を独占したほか、ベストナイン、新人王、沢村賞、MVP に選出され8冠を達成。翌年以降も最多勝と最多奪三振のタイトルを取り続け、新人から4年連続で最多勝と最多奪三振のタイトルに輝きました。また四球の数も4年連続で最多ながらタイトルを総なめにしてしまう野茂の規格外のスケールの大きさにファンは酔いしれました。特に球界を代表する強打者となっていた清原和博選手との対決は平成屈指の名勝負と呼ばれ、ファンの間では語り草となっています。トルネードやめろ。1992年扇が就任以降、近鉄は2位、1位、3位、2位、2位と常に A クラスだったものの、シーズン終了を待たずに扇の辞任は決まっており、翌年からは OB の鈴木啓司が指揮を取ることが決まっていました。当時近鉄に所属していた阿波野秀幸氏は扇にこんなことを言われました。試合前に外野でストレッチをしていると、扇さんがやってきてこう言いました。今までは俺がいたから、コーチや OB があれこれ言っても野茂は今のままでいいんだということもできた。俺がいなくなるのだから、これから先野茂の投球フォームを変えようとするコーチがいたら、あんたがしっかり止めないとあかんよと、野茂の投球フォームにメスを入れようとする人たちをなんとか食い止めようと、コーチより野茂が慕っている阿波野に外野の声をシャットアウトするよう伝えたのでした。
アーノは、もっとも一人の選手である私がコーチに対して野茂のフォームをいじるのはやめてくださいなどと言えるはずがない。そんなことは扇さんも百も承知に決まっているが、それだけ野茂の個性を尊重したいという意志が強いのだと受け止めましたと回想しています。そして扇の疑念は現実となり、鈴木が監督になったことで野茂のプロ野球人生は大きく変わることになるのでした。現役時代の鈴木は20世紀最後の300勝投手であり、プロ野球人気が巨人を中心としたセ・リーグ中心に回り、不人気で不遇の時代が続いたパ・リーグを支えた一人です。プロ野球史上歴代4位となる317勝を挙げ、同じく歴代4位の3061奪三振を記録。その他数々のパ・リーグ記録を成し遂げたレジェンドです。鈴木は最後の300勝投手という金字塔の持ち主であるがゆえに、自分の成功例を持って他の人にも通用するはずという価値観を持っていたのでしょう。鈴木は監督就任後に出演したラジオ番組で野茂について、三振は取るが四球が多すぎる、投球フォームを改造しなければ、今のフォームではいずれ通用しなくなる、その時に私に頭を下げて来られるかどうかだと語り、野茂の制球力の悪さに不満を持ち、トルネード投法を完全否定しています。また調整方法を野茂に一任していた扇と違い、鈴木は野茂の練習方法や調整方法に干渉し、野茂にひたすら走り込むことを要求し、野茂独自の練習方法を否定。鈴木は現役時代、真冬の練習にもスパイクを履いてランニングを行っていました。鈴木はキャンプでスパイク着用でランニングを指示しますが、コンディショニングコーチの立花隆二氏が足を痛めると指摘したことで鈴木と対立。立花は同年オフに退団しました。立花の科学的トレーニングを支持していた野茂や吉井も鈴木と必然的に対立します。後に吉井もヤクルトへ移籍することになります。慣れない調整方法や練習方法の変更の影響があったのか、野茂は鈴木就任の翌年の1994年、右肩の故障などで成績が低迷し、入団から続けていた最多勝と最多奪三振のタイトルを逃してしまいました。野茂と鈴木の確執はピークを迎え、野茂はこんな監督の下で野球はできないと移籍を決意します。当時の鈴木の評判はすこぶる悪く、1995年に FA を宣言し中日へ移籍した金村義明氏は著書の中で、鈴木の根性論の押し付けが野茂や吉井を逃してしまい、采配や選手交代でも名前ではなくあいつやそいつと呼ぶなど態度も良くなかったことを総じて最低の監督と酷評しています。当時ロッテの GM だった広岡達郎氏も、監督と選手の関係がダメと鈴木に対して辛口の評価をしていました。球史に残る名将野村克也氏はわがままで自己中心とバッサリ切り捨てており、その性格が監督としていい成績を残せなかった原因だと指摘しました。プロ野球の裏切り者。1994年オフ、契約更改に臨んだ野茂は複数年契約や代理人交渉を球団に要求します。シーズン後半を棒に振ったことや当時では通例にない要求だったため、球団はこれを拒否し、交渉は平行線をたどります。野茂としては過去にも球団から君のことはエースとして扱っていないと言われるなど関係が良くなかったこともあり、また野茂自身が球団との交渉が苦手なため代理人交渉制度を用いたのですが、球団としては球団側の心象が下がり、野茂が取った行動が疎ましかったのです。球団は野茂はもっと年俸を出せと受け取り、野茂はそれを否定。マスコミも近鉄側に同調し、野茂は次第に孤立していきました。話し合いは平行線をたどり、近鉄側は野茂が近鉄でプレーする意思がない限りトレードや自由契約ではなく任意引退として扱おうとしました。任意引退扱いを行うことで、日本で野球をやるなら近鉄以外どこもできませんよ、嫌なら引退して結構ですという嫌がらせに近いものでした。自由契約にならない限り他球団でプレーすることができないため、野茂はメジャーリーグへの移籍を模索し始めました。当初から野茂は MLB への移籍を希望していたため、近鉄側から任意引退を引き出したのは作戦であり、野茂の代理人である段野村氏がエージェントとなって
いろいろと裏工作を巡らせて、なんとか野茂を大リーグに行かせようと画策していたことを後年明かしています。こうしてメジャー挑戦を表明した野茂でしたが、野茂を待っていたのは応援ではなくバッシングでした。スポーツ紙、球界首脳陣、ファン、グループは態度が悪い、すでに肩は壊れている、メジャーで通用するわけがない、すぐに逃げて帰ってくる、勘違いで自意識過剰、生意気などと散々に野茂を批判。王貞治氏、長嶋茂雄氏、星野仙一などの球界の重鎮さえもが野茂を好意的に受け止めませんでした。巨人のオーナー渡辺恒雄氏は野茂と代理人の団野村を悪者と決めつけ糾弾しました。当時のプロ野球コミッショナー吉国一郎氏も、野茂投手は日本プロ野球を裏切ったと発言するほどでした。この時の様子を野茂の盟友古田は、日本の野球を守るためには日本で育った人材を海外に出してなるものかという、日本のプロ野球界だけを見た、世界を見ていない、いわゆる鎖国状態でしたねと振り返っています。野茂はこれらの批判に対して一言も反論せず、沈黙を貫いたまま黙々とメジャーからの契約を待ち続けました。野茂は父親にだけ言葉を残しています。野茂の父親は、近鉄の人たちをこんな形で困らせることはないだろう、そんなに行きたければもっといい方法を探せと野茂に伝えましたが、野茂はこれよりいい方法なんかないよ、チャレンジしないまま残りの人生を後悔して過ごしたくない、メジャーリーグで僕の力がどこまで通用するのか試してみたいんだと語りました。皆さん、信じられますか、信じられますか、日本人投手がメジャーリーグのロサンゼルスドジャースのユニフォームを着て今アメリカのオールスター戦に先発しているんですよ。信じられますか、信じられますか。レンジャーズが本拠地としていたザ・ボールパーク・イン・アーリントンにて、日本人アナウンサーが立ち上がり絶叫した先には、 MLB のオールスターゲームに選出されたドジャースの野茂がナショナルリーグの先発投手としてマウンドに上がる光景がありました。野茂のアメリカ進出は、遥か故郷を離れ持たざる者からスタートした一人のマイノリティが死に物狂いで働いて成功を勝ち取ったアメリカンドリームそのものでした。それはアメリカという国がそんな理念のもとに建国されたことを思い出させるものでした。野茂と確執のあった鈴木は、この歴史的瞬間をどのように見ていたのでしょうか。2021年にネット番組内で、鈴木は野茂についてこんなことを語っています。野茂君は四球を3つ出しても3つ三振を奪える投手。自分で蒔いた種を自分で摘み取ることができた。なんとかもっと良くなってもらいたいと彼の体をいじめようとしたんだけど、彼は彼のやり方があるのに、私は上から目線で物を言ってしまった。なかなか選手がついてくれないのは当然。もう少し広い心で物を言えればよかった。私のやり方がまずかったんやな。もうちょっとうまく選手と接していればね。自分の未熟さを感じますね、と語っています。また、野茂の引退時には、頭が下がります、とコメントを残しています。鈴木には自身の豊富な成功体験があり、そして野球との関わりから、これはこう、あれはそうという常識を持っていたのでしょう。そしてそれが野茂の才能を見抜く際、邪魔になってしまっていたのかもしれません。そして親切心が野茂の長所をなくそうとしていたのでしょう。鈴木と野茂の確執とは、監督という仕事がいかに難しいかを知らせるエピソードかもしれませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。